潮風広場にご来場のお客様にお知らせします。まもなく11時15分よりこちらの潮風広場、ごまちゃんデッキにおきまして軽ペンギンとごまほわざしのフィーディングタイムとなります。まずは軽ペンギンのフィーディングタイムとなりますが、軽ペンギンは現在のプールから外に出て芝生の丘の柵の中で、フィーディングタイム餌やりとなります。ですから、ご来場のお客様は、芝生の柵の周りにお集まりください。ペンギンたちのフィーディングタイム餌やりが終わりましたら、その後はゴマちゃんデッキに戻っていただき、ゴマフワザズシのフィーディングタイムを、ご覧いただきたいと思います。繰り返しご案内させていただきます。まもなく、11時15分よりこちらの潮風広場および全地下ゴマちゃんデッキにおきまして、ケーペンギンとゴマフワザズシのフィーディングタイムとなります。まずはケーペンギンのフィーディングタイムとなりますが、ペンギンたちは外に出て、芝生の丘の柵の中で、フィーディングタイム餌やりとなりますので、ご来場のお客様は芝生の丘の柵の周りでお待ちください。ケーペンギンのフィーディングタイムが終わりましたら、その後はゴマちゃんデッキにおきまして、ゴマフワザシのフィーディングタイムとなりますので、お客様におられましたら、ご移動の方よろしくお願いします。繰り返しご案内させていただきます。まもなくこちらの潮風広場におきまして、11時15分よりケンペンギンとゴマフワザシのフィーディングタイムが始まります。まずはケンペンギンのフィーディングタイムとなりますが、現在ケンペンギンたちは芝生の丘の柵の内側にいます。最初はそちらでケンペンギンの餌やりをご覧になっていただきたいと思います。ケンペンギンのフィーディングタイム、途中で、終わりましたらですね、コマジャンテッキのゴマフアザシのフィーディングタイムとなりますので、お客様はゴマジャンテッキまで移動よろしくお願いします。もう間もなく開始となりますので、今しばらくお待ちください。